樋口ち一郎は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。兵庫県淡路島出身。不評第41連隊長、第3師団参謀長、ハルピン特務機関長、第9師団長等を経て、第五方面軍司令官兼北部軍管区司令官。第二次世界大戦前夜、ドイツによるユダヤ人迫害を逃れた避難民に満州国通貨を認め、 樋口ルートと呼ばれた脱出路が有名。大戦中は、アッツ島の戦い、キスカ島撤退作戦、ソ連対日産戦に対する防衛戦闘を指揮した。1888年、淡路島にある、兵庫県三原郡本庄村上本庄に、父、奥浜九八母、松の5人兄弟の長男として出生。奥浜家は、 海鮮丼屋で代々続く地主であったが、明治以降、蒸気船の普及に伴い時代の流れに取り残され、七、九八の代で没落した。十一歳の時、両親が離婚し、母、松野天家に引き取られる。1901年、三原高等小学校2年修了後、私立尋常中学、大鳥なる義塾に入学。1九百二年、大阪陸軍地方洋年学校を経て、 18歳で、岐阜県大垣市歩校長の樋口家の養子になった。1909年、陸軍士官学校に進む一方で、東京外語学校でロシア語を徹底的に学ぶ。陸軍士官学校を優秀な成績で卒業。陸軍大学校を経て、ロシア語が堪能であることもあって、卒業後すぐ1919 19年に、ウラジオストクに不任満州。 ロシア方面部署転々と勤務。1925年、公使館駐在部官として、ソ連西隣のポーランドにも赴任している。不評第41連隊長時代に起きた、藍沢事件は、直前まで部下だった者が起こした、不祥事であったため身体伺いを出した。しかし、上官の小磯に秋に移住され、満州国のハルビンに赴任する。 1937年12月26日、第一回極東ユダヤ人大会が開かれた際、関東軍の認可の下で3日間の予定で開催された同大会に陸軍はユダヤ通りの安江則博陸軍大佐をはじめ、当時ハルピン陸軍特務機関長を務めていた樋口らを派遣した。この席で樋口は前年に 日独久保協定を締結したばかりの同盟国で、あるナチ党政権下のドイツの反ユダヤ政策を、ユダヤ人追放の前に、彼らに土地を与えよと、間接的に激しく批判する祝辞を行い、列席したユダヤ人らの喝采を浴びた。そうした状況下、翌九百三十八年三月、ユダヤ人十八人が、ドイツの迫害下から逃れるため、ソマン国境沿いにある、 シベリア鉄道、オトポール駅まで逃げてきていた。しかし、亡命先である米国の上海疎開に到達するために通らなければならない、満州国の外交部が入国の許可をしぶり、彼らは足止めされていた。極東ユダヤ人協会の代表のアブラハムカウフマン、博士から相談を受けた樋口はその窮状を見かねて、直属の部下であった、河村愛蔵佐らとともに即日ユダヤ人への、 給食と衣類、燃料の配給、そして要求護者への過料を実施。さらには、こ着状態にあった出国の圧戦満州国内への入植や上海疎開への移動の手配等を行った。日本は日独防協協定を結んだドイツの同盟国だったが、日口は南満州鉄道総裁だった松岡洋介に直談判して了承を取り付け。 満鉄の特別列車で上海に脱出させた。その後、ユダヤ人たちの間で、樋口ルートと呼ばれたこの脱出路を頼る難民は、増え続け、東は旅行者の記録によると、ドイツから満州座と経由で、満州へ入国した人の数は、1938年だけで245人だった。ものが、 1939年には551人、1940年には3574人まで増えている。ただし、早坂隆によると1941年の記録がなく、数字のうち少なくない割合で、ユダヤ人が含まれていると考えられるが、その割合が不明であり、累計が2万に到達したかは不明としている。また、松井茂松の階層には、 1> 週1回の列車が着くたび、20人、30人のユダヤ人が押しかけ、4人の諸員では手が回らず、発見手配に暴殺されたと記されている。その他の証言として、松岡総裁の秘書だった、小島達とは、最初の18人の後に、毎週、5あるいは10人のユダヤ難民が到着し3月から4月の、累計で約50人を救ったという。しかし、 ドイツへの外交的配慮からか、多数の難民が殺到した、際の具体的な人数に関する公的文書は、残されていない。1941年に書かれた、ケレン・タイムース・スリール・スライル11種、ナショナル・ファンド・本部に現存する6冊目の、栄誉の書には、樋口将軍東京、在ハルビン極東国家ユダヤ総領事、エイブラハム・カウフマンの名医とその功績が、記されている。 樋口ルートで救われたユダヤ人の数は総数は最大で2万から3万人であった可能性があるとされていた。1939年当時の有田八郎外務大臣の公式見解では80人強とされている。2万人のユダヤ系難民が救われたとも伝えられていた中で白石正明はあまりの数の多さに事件の存在自体を疑問視している。 松浦博士は、この2万人という数字は、樋口の回顧録を出版する際の誤職などから流布したものとしている。早坂隆氏は、樋口自身の原稿では、彼らの何千人が、例の満州座と疫製法のオトポールに詰めかけ、イリーマンを希望したと書き記されていたものが、不要処房版の回想録にある数字では、2万人に変わっており、これが、 難民の実数検証に混乱をきたす原因になっていると指摘している。早坂は、上記東亜旅行者の記録の多くがユダヤ人ではないかと考え、数千人と推定している。松浦博は、当時のハマス船の車両編成や乗務員の証言から割り出された100から200人という推計を追認している。満鉄会では、 ビザを入手できなかった厳密な意味での人数は100人程度と推計しているという。樋口がユダヤ人救助に尽力したのは彼がウルジアを旅した際の出来事がきっかけとされている。ポーランド駐在武漢当時コーカサス地方を旅行していた途中チフリス郊外のある貧しい集落に立ち寄ると偶然呼び止められた一人の老人がユダヤ人であり、ひ口が 日本人だと知ると顔色を変えて家に招き入れたという。そして、樋口に対し、ユダヤ人が世界中で迫害されている事実と、日本の天皇こそがユダヤ人が悲しい目に遭った時に救ってくれる救世、主に違いないと涙ながらに訴え祈りを捧げた。オトポールにたどり着いたユダヤ人難民の報告を受けた時、樋口はその出来事が脳裏をよぎったと述解している。 この事件は、日独間の大きな外交問題となり、ドイツの立憲トロップ外相からの抗議文書が届いた。また、陸軍内部でも樋口に対する批判が高まり、関東軍内部では樋口に対する処分を求める声が高まった。そんな中、樋口は、関東軍司令官、上田元吉大将に、自らの考えを述べた手紙を送り、司令部に出頭し、関東軍総参謀長、 東条秀樹中将と面会した際には、ヒットラーのお先棒を担いで、弱い者いじめすることを、正しいと思われますかと発言したとされる。この言葉に理解を示した東条秀樹は、樋口を不問とした。東条の判断と、その決定を上田司令も支持したことから、関東軍内部からの樋口に対する処分要求は、下火になり、独国からの再三にわたる抗議も、東条は、 当然なる人道上の配慮によっていったものだと一周した。孫の樋口隆一は2018年6月15日にイスラエルのテルアビブケレンカイムスリールスライル11種ナショナルファンド本部において樋口隆と出逃れた生存者カールフリードマンの息子からキーイチロ氏のユダヤ人コミュニティに対する前向きな姿勢がユダヤ人救出を可能にしたことにより ゴールデンブック証書を授与されている。ちなみに、樋口に関してよく言及される、ゴールデンブックとは、パレスチナで土地購入、植林、イスラエル国家の境界線の設定などを主な業務とする組織レンカイムースリー・イルスラエル、11種ナショナルファンドが管理する貢献者や献金者の名簿である。太平洋戦争開戦翌年の1942年8月1日。 札幌に司令部を置く北部軍司令官として北東太平洋陸軍作戦を指揮。日本軍が重要視していなかったアメリカ領のアリューシャン方面の戦いもアメリカ軍が反抗に転じ激しい争いが行われた。1943年5月に樋口の指揮下にあった陸軍部隊のうちアラスカ巡州のアッツ島守備隊は玉砕したもののキスカ島撤退は成功した。 キスカ島撤退作戦に際しては、海軍側からの要請に応じ、陸軍中央の決裁を仰がずに、自らの一存で、救援艦隊がキスカに入港し、大発動艇に乗って、陸を離れ次第、兵員は傾向する小銃をすべて海中投棄すべし、という旨をキスカ島守備隊に命じ、収容時間を短縮させ、無欠撤退の成功に貢献した。帝国陸軍では、 菊下紋章の刻まれた小銃を申請ししていた。撤退成功の後、小銃の懐中陶器が陸軍中央に伝わり、陸軍次官の富永教授中将がこれを問題視したが、富永は陸士の四期先輩である樋口を以前から苦手にしていたため、小銃の懐中陶器を命じたのが樋口であると知ると、歩行を収めたという。同年10月2日には、 札幌三越で開催された中列山崎部隊系公典会場を訪問し、富士達具の戦争がアッツ東玉祭に見入った。1944年3月10日に第5方面軍司令官を務め、1945年2月1日には県北部軍管区司令官に就任した。日本の降伏直前、ソ連隊日参戦が発生。 樋口は1945年8月18日以降、占い森島南からふとにおけるソ連侵攻軍への攻勢を指揮した。そのため、極東国際軍事裁判に際し、スターリンは当時軍人として札幌に在住していた樋口を先般に指名した。世界ユダヤ人会議はいち早くこの動きを察知して、世界中のユダヤ人コミュニティを動かし、 在欧米のユダヤ人金融家によるロビー活動も始まった。世界的な規模で樋口救済運動が展開された結果、日本占領統治を主導していた連合国軍最高司令官僧司令部のタグラス・マッカーサーはソ連からの引き渡し要求を拒否、樋口の身柄を保護した。極東国際軍事裁判で無罪となった樋口は1946年に 北海道をおたる市街浅里に陰遁する。さらに1947年に宮崎県小林市へ転居する。その後も事実上陰遁した。樋口隆一によると、過去は語らず、厚ッ島の絵の前で、毎朝、戦死者の冥福を祈っていた。1970年に東京都文京区白山に転居し、その年に死去した。墓所は神奈川県大磯町の明大寺。 樋口ち一郎の孫で、音楽学者の樋口隆一明治、学院大学名誉教授が、祖父に関する調査を行っており、日本で講演などを行ったり2018年にイスラエルを訪問したりしている。隆一は24歳までき一郎と同居していた。同じく孫の篠田恵え子は静かに、ロシア語の本を読んでいたと回想している。背広姿の樋口樋口ぐ一郎を検証して、 中日イスラエル大使が寄贈したオリーブの木の説明。バネル平成21年12月8日、日口が岐阜県大垣市に約30年間本石を置いていたことを知った。中日イスラエル大使から大垣市に対し2本のオリーブの内木が贈呈され、植樹式が取り行われる。北海道石狩市に2020年記念館が開設された。古民家を改築したホテルを経営する。 江崎幹雄が、知人から、樋口のことを教えられて、敷地内の石倉を記念館として提供することを決め、樋口隆一に相談して、了承を得た。祖父である木一郎より、当時の話を直接聞いていた孫の樋口隆一は、正確な数字は、不詳との立場であるが、2万人という難民の数は、極東ユダヤ人協会のアブラハムカウフマン会長か。 現場の河村愛造少佐の作者、相良俊介が2万人説を唱えている。樋口が終戦前後まで指揮を取っていた、舞台内では捕虜の虐待や戦争犯罪とみなされる事件は一件も起きていない。ありがとうございます。